自宅で友人 A とお茶していたら A の携帯に着信。電話の相手曰く A さんの家から物音と悲鳴が聞こえた。でも声かけてもピンポンしても反応がない。大丈夫なの？と A 宅には時間的に誰もいないはず。 A はとにかく帰宅でも怖いというので私もついていくことに。移動中にさっきの人からまた着信し、悲鳴を聞いた別の人が警察を呼んだと。 A 宅に着くと最初電話をかけた方 B と通報した方 C、 どちらも A のママ友が待っていて、警察もすぐに到着。不審者がいる可能性があるため警官だけがまず入ることになり、間取りを説明し家へ突入。すると聞こえる男と女の叫び声。数分後に警官が取り押さえて出てきたのは ABC の友人 D。 D は私たちに気づいているのかどうかわからないほど発狂していて手がつけられない感じだった。さらに足を怪我しているらしく、警官が足を持とうとするとひときわわめく。純粋に痛かったのかも。結局 D は警察より病院が先だと判断されて救急車で運ばれていった。救急車が来るまでもずっと警察相手にわめいていたため近所の方々大集合。私は娘の迎えがあるためあとは警察や BC に任せて帰宅。後日 A たちから聞いた話をまとめると、 D は言動がちょっとだけ怪しい人だった。家には一階物置部屋の窓を開けて侵入。事件の2日前に A 宅でお茶した際こっそり鍵を解除。目当ては2階寝室の金庫。事件2日前に以下略。抱えて持ち出そうとしたら盗難防止のチェーンに邪魔され、チェーンが張ったショックで金庫を落とし足の甲に着陸。おそらくこれで悲鳴。逃げようとするも足を怪我し、さらに BC のピンポン、どんどん、ぐるぐるで逃げるに逃げれなくなった。D は警察で A がくれると言った。と、もう騒ぎしたらしいが、んなわけないと一刀両断逮捕。その後1回だけ玄関に生卵が投げられていたが、D 家族からは謝罪もなく、夜逃げのように引っ越してしまった。ちなみに金庫は金庫だが、中身は A 息子、A 娘のへその緒と母子手帳、厳選した家族のアルバムのみだそうな。です。金庫にへその緒とかしまう人って結構いるよね。家も親がそうだった。生卵投げたからといって、泥棒の犯歴がなくなるわけでなし。えぐい憂さ晴らしだな。394。私は評価したい。